100円の英語講座。はい、本日からですね、まあ、何かうまくいった時だとか、嬉しい時に言えるフレーズを紹介、ちょっと連チャンでしていけたらいいなと思っております。まあこの動画を見てる方はきっとオンラインでこうゲームをマルチでされたりっていう方が多いと思うんですけども、まあ、特にコールオブデューティーとか最近日本でもものすごい人気でですね、まあ、たくさんの方がプレイしていると思いますので、そういう時に、まあ、スナイパーだったらヘッドショットをした時だとか、こうなんかすごいスーパープレイをした時に言えるようなフレーズですね、をいくつか紹介したいと思います。まず最初に紹介したいのは Perfect これを紹介したいと思います。まあパーフェクトって日本語で完璧っていう直訳になると思うんですけども、何かうまくいった時にもパーフェクトっていうふうに言うんですよ。まあたくさんの人がこのフレーズ使うかって言ったら、まあそうでもないかもしれないですね。人によって言い回しっていろいろ日本語でも違うじゃないですか。でもどっちかっていうとスナイパーでこううまく倒せた時に Perfect とかね言ったりすると思います。物事がうまくいった時に。なのでオンラインでゲームをしている時にそのフレーズをぜひ使うといいかもしれないですね。ボイチャとかやってたらパーンってなんかうまく、まあスナイパー以外でもなんかやってることがうまくいったら Perfect とかやって言うといいと思います。皆様も、機会があったらぜひ使ってみてください。